はい、前回の動画で知的障害、発達障害っていうのは生まれつきだとしても良くなっていくっていうお話を、していきましたが、それに伴ってですね、彼の本当の状態っていうところを見ていただこうかなと思います。一番最初の頃、一番最初っていうのをどのあたりに言うかわかんないですけども、最初彼はですね、歩くのがまずめちゃめちゃ遅くて、歩き始めたのはですね、3、4歳ぐらいらしいです。3、4歳ぐらいらしい。言葉の教室っていうところに通って、そういったところで歩く練習をし始めて、ようやく歩き始めたのがまず3、4歳ぐらい。で、自分でご飯食べれるようになったりしていったのは結構遅くて、箸とか使い始めるようになったのも、最近ではないですね。中学生ぐらいなんですが、今では箸も結構上手には使います。ただ、手で、食べちゃったりするところもあるので、そういったところも見ていただいた方がいいかなと思いますので、ぜひ見てみてください。で、ボーリングとかはすごい得意です、彼。一番最初はそれこそガーターばっかりでですね、スコアとしても3、40ぐらいだったんですけども、もう毎週毎週のように、ヘルパーさんって、付き添いの方と一緒にボーリングに行くようになると、今ではですね、100近いスコアを出すようになってます。そんな動画も撮ってみましたので、その2本ですね、食事シーンとボーリングのシーンとか、ぜひ見てみてください。結構、すごいなと思うと思います。はい、うちの圭佑君の食事シーンですね。はい、いいよ、普段通り食べて。ちょっと。はい。いいかん？彼はいつもこんな感じで食べてます。これがファスティング後にどうなるのか。ちゃんと食べて。いい、興奮しなくていいから。うん、はい、普段通り食べていいよ。何？食べ方も変わるの？いや、変わるといいなと思ってね。ねえ。食事の取り方とか。そういうのが断食とかして知能が上がって手ほらこうやって手で食べます。はい、いいよ、普通に食べていいよ。食べていいよ。食べな、早く食べな。何興奮してんの。こうやってめちゃめちゃ笑顔でですね笑うんですけど、上手にですねめちゃめちゃ綺麗にご飯を食べれるかと言われれば、こんな感じです。箸は上手に使えて、上手かこれ、はい、普段通り、はい、ちゃんと持って、箸、いいじゃん。で、お皿持って、はい、お皿持って、はい、そう、お皿持ってって言ったら持つんですけど、持ってって言わなければ、ほら、卵が、これで、そう、こうやってね、ベタベタしてくるのも、ちょっとね、どう変わっていけるのかなと思って、今回やっていこうと思ってます。はい。ちょっともうあなたさ、はい、っていう感じですね。もうはい、今日はボーリング場に来てます。圭佑君、ボーリングどう調子？彼のボーリングの成績はこちら。こんにちは。見えづらいですが、いいよ。彼はですね、今10ゲーム目で86とかいうスコア出してます。こんな感じでめちゃめちゃセンスがありますね。昔は全然ボウリングもできなかったんですけども、どんどん成長してここまでできるようになりました。知的障害とかでもどんどん成長していくんだなと、本当にこれを見ると実感しますね。今まではあそこに届くまでに3、40秒かかってたんですけども、今ではもうちゃんとボールを見て選んでシュッと投げると、今ファウルになりましたけどもこんな感じでね、いい感じだね。どう？ボウリング楽しい？痛い楽しい？あさっては彼ファスティングです。お楽しみに。はい、いかがだったでしょうか。食事だったりとかボウリング結構ちゃんとできてますよね。生まれつきで、知的障害って診断されていても、どんどん伸びていく部分もたくさんあるっていうところは分かっていただけたんじゃないかなと思います。めちゃめちゃボーリングはびっくりしました。私の調子悪い時よりスコアいいので、ガーターなしでもやってますから、そんな感じでですね、伸びていくところは絶対伸びていくんですね。でそれをファスティングとかをして、まあファスティングだけじゃないです、手段としては。断食であったりとか食事をさらに整えていくと、もっともっと状態って整っていくんじゃないかなっていうのが、私の中にありますので、ぜひですね、これからいろんなやり方っていうのをお伝えしていきます。それを、見ていただいて、なんでしょうね、知的障害、発達障害っていうところも変わっていくっていうところを、より自分の中で深く落とし込んでいただくといいんじゃないかなと思います。あなたのお子さんも、あなたの周りの方ももっともっと良くなっていく。そう信じて、一緒に頑張っていけるといいと思いますので、またご質問あればいろいろ教えてください。本日の動画は以上です。